逃亡スパイ前編。ジェームズ・ポンド、職業スパイ。正しかるべき諜報部員も時として寝しいることがある。彼は身に覚えのない二重スパイの罪で所属組織 BK6 に暗殺を宣言された。孤独と絶望の逃亡生活が始まる。髪の色を変え、重労働に耐えながら二重スパイの真犯人ピアニスト文字を探し求める。彼は逃げる。組織の黒幕赤坂警部の執拗な追跡を交わしながら、現在を、今夜を、そして明日を生きるために。おいでやす。すいません、お好み焼きのいちるこというお店はここでしょうかね。そうですけど、お客さん、ご予約のお方ですか？いやいや、求人広告見てきたんですけどね。ほな、奥へどうぞ。久しぶりやね、ミスターポンド。相変わらず元気そうだな。元気だけが取り柄やさかいな。それにしてもあんた、髪の色から目の色まで変えて、まるで別人や。聞いたで、赤坂警部に追われてるそうやない。そうなんだ、奴は警官でありながら実は BK6 の黒幕なんだ。警察の力を使って執拗に追ってくる。でもワテの店に来たからにはもう大丈夫や。あんたには昔世話になったさかいな。バッチリかくばったるで。助かるよ。あんたは今日からこの店の板前、和歌山ポンゾーとして生きるんや。ポンゾー。これが身分証明書や。バリバリの大阪人やで。喋り方も大阪弁に直してもらうで。大阪弁か。心配せんかって、わてが手取り足取り教えたるさかい。この日から大阪人和歌山ポンゾーとして生きることとなったジェームズ・ポンド。まずは大阪弁の特訓だ。ええか、わてが言うたのと同じように発音するんやで。ほな、行くで。レッスン1。わてが和歌山ポンゾーでおま。それを私が言うのかい。照れたらあかん。照れを捨てな。他人になりすますことができへんで。言ってみ。わてが和歌山ポンゾーでおま。わてが和歌山ポンゾーでおま。ええやほな、レッスン2や。あんたかてアホやろ、うちかてアホや。ほな、さいなら。他人のことをなアホ呼ばわりすんな、ちょっとな。大丈夫、大阪人が言うアホには親しみがこもってるんね。言ってみ。あんたかてアホやろ、うちかてアホや。ほな、さいなら。あんたかてアホやろ、うちかてアホや。ほな、さいなら。いけてるじゃん、いけてるじゃん。ほな、レッスン3や。ちゃうちゃう、あれはちゃうちゃうとちゃう。なんだそれ、意味がわからんで。あそこにいるのはちゃうちゃう犬とは違ういう意味や。ちゃうちゃう、あれちゃうちゃうとちゃう。ちゃうちゃう、あれちゃうちゃうとちゃう。完璧やわ。警察だ、ここ開けなさい。警察だ。おい、あの声は赤坂警部。ここ開けろ。ここを開けろ。はい、あ、ほら大阪人になりきるんやで。はいはい、今開けますよってに。何ですか、そないな大きな声出して。怪しい匂いがする。この店にジェームス・ポンドという男が来なかったか。ジェームズ、さあ知りまへんな。この店はうちとここにいる板前のポンゾーさんと二人だけで30年ずっとやってますさかいな。板前のポンゾー。ええ、わてが和歌山ポンゾーでおま。うん、その渋い声。
怪しい怪しい。あんたかてアホやろ、うちかてアホや。ほなさいなら。なんでいきなりこのおっさんは。ポンゾーさん、あ、表を歩いてるあの犬、ちゃう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 、あれちゃうちゃうとちゃう、ちゃうちゃうとちゃうの、ちゃうちゃうちゃう、おかしいおかしい。この回はジェームスポンドとはほど遠い。うん、違うな。よし、他を探すぞ。危ないところだった。さすがはミスターポンドやわ。短い時間で覚えたのに大阪弁が完璧やわ。先生がいいからだよ。おっと、電話だな。もしもし。久しぶりね、ミスターポンド。あ、その声は懐かしいな、宗不二子。え、宗不二子ってあの有名な二重スパイの疑いをかけられて組織に追われているそうね、ポンド。おや、よくご存知で。真犯人の目星はついてるわ。本当の二重スパイはピアニストの文字なんだ。だが奴は大阪にいるらしい。それ以上のことはまだわからんのだよ。そんなことだろうと思って私が探しておいたわ。大昔におごってもらったマティーニのお礼よ。そいつありがたい。どこに行ったら奴に会える。明日の夜、北新地にある私のお店ルパンに来てちょうだい。ルパンか、君らしい名前だね。詳しい話はお店でするわ。それじゃ楽しみにしているわ。私もだよ。宗不二子からの突然の電話。果たしてポンドは大阪の北新地で二重スパイの真犯人を捕まえることができるのか。後編に続く。逃亡スパイ後編。ジェームズ・ポンド、職業スパイ。正しかるべき諜報部員も時として召し入ることがある。彼は身に覚えのない二重スパイの罪で所属組織 BK6 に暗殺を宣言され逃亡。かつての友人お好み焼き屋のイチルコに助けられ大阪に潜伏しようとしていた。そんなポンドのもとに昔の恋人宗不二子から電話が入った。なんと宗不二子は北新地の自分の店でポンドと二重スパイの真犯人ピアニスト文字を引き合わせると言ってきたのだ。そして約束の夜、いらっしゃいミスターポンド。藤子ちゃん久しぶり。お飲み物は？いつものドライマティーニね。うん、君にも同じもの。ありがとう。月日が流れお互い年輪を重ねたけれど君の瞳はあの頃のままだ。そういうあなたの優しさもあの頃のままね、ポンド。思い出すよ、二人で歩いたロンドンの街並みを。今では遠い昔の思い出ね。素晴らしい思い出さ、ポンド。ああ、ジコちゃん。なんすか、あなたいいとこ入ってきて。この方がモジさんよ。あなたはなんやねんこのおっさんは。わて、和歌山ポンゾーで。おま、ポンゾー大阪の人でか。チャキチャキのな、何はこでね。なんかおかしいな、大阪弁やね。ママとはどんな関係やねん。昔からのお友達よ。でもね、わての方がこの店にはたくさん来てるんやで。週に3日は来てるんやで。ねえママ。あの、随分とお飲みになってはるようでな。わてはママのこの上品な笑顔とおいくつになられてもセクシーなお声が大好きやね。あ、そうや、ママにちょっとお願いがあるんやけど。何？一回だけわてのことをルパンって
読んで。もうしょうがないわね、ルパン。ふふふ、フデコちゃん最高。じゃあ今度は叱って叱って。ちゃんと宿題しなきゃダメよ、バカボン。バカボンのママや。僕は幸せやな。ほんま幸せなアホでんな。あ、いけない、氷が切れちゃったわ。ちょっと買ってくるわね。はいはい、お留守番してます。あがいに二人きりにするから、あとはうまくやってちょうだい。すまないね。それじゃすぐ戻ってくるから。いってらっしゃい。ところでアンさん。はい。お仕事は何してまんねん。ああ、わてな、あのお好み焼き屋で働いてまんねん。アンさんは確かピアニストやな。なんで知ってまんねん。ピアニストでありながら秘密情報機関 BK6 のエージェントでもある。え、だがその正体は二重スパイ。 BK6 から極秘データのマイクロチップを盗み出した張本人だろう。急に何言い出すんや。ピアニスト文字、おとなしくマイクロチップを出してもらおうか。銃を捨てろ、ミスターポンド。あら、赤坂警部。ジェームスポンド、この男が。ようやく見つけたぞ。俺も危うく騙されるところだった。銃を捨てるんだポンド。あが、赤坂警部、よく聞いてほしい。何？ BK6 からマイクロチップを盗み出したのは私じゃない、この男だ。何を言ってるんや、二重スパイはお前や。私じゃないんだ。見苦しいぞポンド。言い逃れはよせ。文字、銃を捨てろ。文字、いいか、5秒数え。その間に本当のことを言わなければ引き金を引くぞ。5、4、撃つぞポンド。3、2、やめんかい。1、ポンド言う。何もかも言うから待ってくれ。ん、マイクロチップはセカンドバッグの中や。なんだと。それじゃ本当にポンドは無実だったのか。やっと疑いが晴れたようだな。さあマイクロチップを出してもらおうか。あれ、カウンターの上に置いてあったバッグがない。置いたはずのセカンドバッグがどうして消えるんだ。うん、まさか。もしもし、ポンド。フジコちゃん、マイクロチップはいただいたわ。やはりそうか。これが意外に高く売れるのよ。それじゃまたどこかでお会いしましょうね。アディオスミスターポンド。私たちを争わせておいてその隙にバッグを持ち去るとは、さすがは宗富士子、久しぶりにやられましたな。富士子ちゃん。こうして本土の疑いは晴れ、長かった逃亡生活に終止符が打たれたと思ったら、いや今度俺は騙されんぞ。宗富士子もピアニスト文字も最初からお前の仲間だったに違いないんだ。本土、お前が二重スパイのボスだ。そうだろ、そうだろ。ほな殺生やがな。さいなら。待てポンド、血の果てまでも追いかけてやるぞポンド。こうして本土の孤独と絶望の逃亡生活はまた続くのであった。